Trey. And it's Tasha. Married to the Real, we always keep it real. My Hero Academia, Season 4, Episode 84. Deku versus Gentle Criminal. So this is going to be interesting. You know, he trying to bust up in UA and make it seem like, I guess he wants his videos to hit over 9,000. But I guess we're going to get into it and see what shenanigans Deku get up into today. It's always Deku, man. He is the star. Toto Asta. Bunkasai Homban. Mo Taikanga Shmachima. Sai Shukagani. Tostekso. Ikuyo. Ton. Ton. Sen. Ton. Ton. Sen. What is eating with them still? De Aoyama. Chuo. Midoriya. Hakeru. Dozo. Midoriya. Mada Woki Nuruikara. Gutta. Ishiki. Dozo. ロープで釣り上げる。そうそう、いい感じ。うわぁ、クジだろ。セレントは、クジまでだろ。やっべ、帰ります。これであとはもう、寝て起きたら朝の9時から文化祭が始まる。うわぁ、眠れねぇ。ごめんなさい。静かに、寝てる人もいるから。みんな、盛り上がってくれるだろうか。そういうのはもう考えない方がいいよ。すいません。恥ずかしがったり、おっかなびっくりやんのが一番良くない。ロープほつれてる。わぁ、ずっと練習で酷使してたもんね。僕らの友情の証じゃないか。うん、あ、いや、危ない。ごめん、気づかなくて。ヤオヨルズに作ってもらえばですわ。ヤオモももう寝てるよ。便利道具扱いしないの。俺のことは充電器扱いするじゃん。これが男性蔑視。僕、明日朝一で買ってくるよ。気づかなかったの僕だし。 OK, here we go. そして、文化祭当日。フルカウルを常時 8%、 そしてインパクトの瞬間だけ 20% に。やはりいましたね、ミドリア君。初音さん、黒クマと赤です。当日でも変わらずやってると思いましたよ。例のブツ使えるようになったのでお渡ししに来ました。クライアントの希望には一発で応えるのができるデザイナー。嬉しいよ、本当にありがとう。これでやりたいことがやれる。マニュアルです。では、ありがとう、初音さん。早速試してみよう。はい。いかんいかん。慣れるのに手間取ってギリギリまで練習してしまった。I'm tired. And here we go. すみません。気をつけたまえよ。ゴールドティップスインペリアルの余韻が損なわれるところだったじゃあないか。びっくりした。いかいかん、私としたことが。人との接触は極力避けねば。サイコール、ハニー。ハニー、ええ、私はハニー。ゴールドティップス。君、わかる人間かね。幼いのに素晴らしい。あの、僕はそんなに。友達が入れてくれたから知ってるだけで、なんか聞き覚えのある声だな。ほほう、そんな高貴な友が。高貴な友、エリート校。良い友人を持っているね。いかん。私は必ず仕事前と後、仕事の大きさによってプランを選ぶ。ダンスに出す動画、リスナー諸君だけでなく社会全体に警鐘を鳴らすことになる。では失礼。Stop right there, criminal scum. He can't do. 関わってしまった。私としたことが悟られる前に。待ってください。Stop right there, criminal scum. ルーティーン、何のことかな。動画見ました。ラブラバ。カメラを回す。Now start filming. My boy about to go plus ultra in the video world. たくさんいろんな人が頑張ってる
からどんな風になるのかなって。やめてくれよ。Oh shit. You got the wrong holiday. 土曜朝人通りなし。Oh my god. 遊泳近辺にヒーロー事務所はほぼなし。火星には期待できない。お店の人に通報を頼む。いや。ラブラバ、予定変更だ。これより何があろうともカメラを止めるな。もちろんよ、ジェントル。でも戦うの？ここで？果たして得策なのかしら？ゾクッポー！そんなことさせない！街頭脱衣のついでに貼らせてもらった。リスナー諸君ならば承知のはずだが、私の個性はエラスティシティ。触れたものに男性を付与する。たとえそれが空気だろうと。ジェントリーリバウンド。 What? ジェントリートランポリン。This is such comic book like anime stupid shit right now. Like, he really this like the Looney Tunes thing.この案件は伝説への大いなる一歩。邪魔しないでもらいたい。さらば青春のひらめきよ。ジェントル、私を思い出したわ。あの子、緑谷伊豆くんよ。すみません、そろそろ休憩終わるので行ってきます。 He's not about to let my girl Aerie not come to the thing. 俺も楽しみにしてっからね。デックさん、もう行っちゃうの？ごめんね、練習があるんだ。当日緑谷くんが終わったら3人でまた回ろう。デクさん、ルミリオンさん、私、He about to kill somebody to make sure this festival happens. 風圧に指向性を持たせる。例えば市街地なんかじゃ周りにも影響があるから、できることは多い方がいいに決まってる。Ooh, we got him in the back with it. Ooh, Air Force. Gentle, sorry, but the plan is almost over. Here we go. Thank you, Hatsume-san. In the present, it's a fear in the forehead of the front.私のベイビーで魅力ではありますが、打撃を放つ感じにできるでしょう。デコピンで練習中とのことですが、ゆくゆくはアイアンソウルにも組み込んでシュートスタイルの補強も行いましょう。なんでその感じでいられるんだ。必ず企画を成功させる、その覚悟がある。紳士は動じたりしないのさ。覚悟、諦める気は毛頭ない。そう、私はジェントルクリミナル。紳士なもんか。遊泳にちょっかいかける気なんだろう。何するつもりだ。何をするつもりだ。曲はどこじゃ。いつ放送じゃ。負けないで。見逃したまえ少年。見間違いしてる。警戒態勢で望んでるんだ。わかるだろう。侵入する前にあなたみたいな人が見つかった時点で警報は鳴らされる。文化祭は中止になって逃げ場はなくなる。諦めてくれ。ほほう、それならば心配ない。我が相棒が警報のセンサーを無効化する算段だ。中止にもならない、私たちも企画成功、ウィンウィンの関係じゃないか。予測できない。どういうことだ。あいつはあそこに。空気の玉なら空気の膜でお返ししよう。ジェントル、悲しいけどもうここは引いた方が。徐々に元の性質へと戻っていくのだ。尋常ではない弾みを残しながら硬さを取り戻していく鉄骨。そして今私が立っているここのボルトを全て外した。このままだと鉄骨が崩れてしまうぞ。実に危険だ。無視できない。下の人に
落とそうとしたのか。いや、君を巻き込みたかった。元より落ちないよう跳ね返すつもりだったからね。怖や怖や、きっと山場じゃ。下に向かうと思ったが、いやはや改めて恐ろしいスピードとパワーだ。そうなんだ。想像してきた。冥境止水、落ち着きましょう、雷さん。冥境止水。つか爆豪 T シャツ着なよ、作ったんだから。ダンスの衣装もバッチシ。既製品に手加えただけだけど、くしゃくしゃになっとるよ。エロキリアイ。緑谷いねえな。ロープを買いに行ったさ。こんな時間まで何してんだあいつ。確かに。しぶとい。ジェントルもあの子も決して諦めはしないのね。使いましょう私の個性。でもでカウントダウン、ポッツアバーです。ジェントル。He mad, bro. Like, that group pissed. I'm mad too, bitch. Eri need to come to this damn festival. 次回予告。ゆえに、ジェントルクリミナルが侵入した瞬間、文化祭は中止になってしまう。みんなのため、そしてエリちゃんのためにも、絶対に阻止しなければ。あれを使うときだ、緑アイスク。オールマイトとの修行で身につけた。次回、開催、文化祭。ジェントルの相棒、ラブラバの愛が止まらない。さらに向こうへ、ブルースウルトラ。 This should be wild. Goofy, man. This is the goofy part, man. I love it. But it still was a good fight, though, even though he bouncing all over the place like he in Looney Tunes. Ah! I didn't even think of that. That's all I saw, acne written over everything, like he bouncing on. But Warner Brothers. Wow. Yeah. It was a good episode, though. Like, I don't know what they're going to do next week. It's only a couple episodes left, so. Yeah. I mean, I'm sure the festival's still going to start, but I still feel like he's going to get in some kind of way, but I don't know. Because he's trying to make it so it's 50-50. Like, I get in to get my views, but we won't sound alone so y'all can still do y'all festival. It's so funny, though, because he ain't, like, seem like he'd be trying to hurt nobody, even though he's still doing, like, my plan was never to drop it on him. Drop it on you, because you're a UA student. No, he said, I guess it wasn't supposed to fall. He thought he was going to go to the bottom where the man was to try to, like, get him out the way. But, I mean, I think it's cool. But, of course, Deku got to go by rope and get caught out here in these streets. Like, I'm going to need y'all to do, like, Team Flash and have a panic button so when something pop off, you can just call folks to come help. Because what they're not going to do is make my boy look like he about to stand everybody up and mess the festival up when they depending on him. That's what we not going to do. Y'all know Deku reliable. He would not be there unless something was wrong. So, yep. But that's what they're gonna have to realize. Like, Deku's not back. Something's wrong. I wonder how they gonna end the last episode though. With a big reveal for next season. Oh, well, this motherfucker's gonna come. Right, but who is that? Is it what's his name, Shigaraki, or is it gonna be somebody else? Probably somebody new. It could be Shigaraki. But look, guys, we're going to get up out of here. Full reactions on Patreon. Yes. It's Trey. And it's Tasha. Man to the real, y'all stay real. You already watched, so you might as well subscribe, please.